深く深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。この度当社肥料につきまして、肥料の袋などに記載している内容と異なる原料や配合割合で製造した肥料が多数あることが判明いたしました。現在すべての肥料の製造を中止し、 JA 全農様にもご協力いただきながら製品の回収作業を進めているところでございます。生産者様、 JA 様、 JA 全農様、関係者様の信頼を裏切り、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。合わせまして、一部の肥料は特別栽培農産物、有機農産物等の栽培に使用されている恐れのあることが判明しております。そしてそのことが特別栽培農産物、有機農産物に対する消費者の皆様の信頼を損なう原因となってしまい、大変大きな責任を感じております。また多くのご迷惑をおかけしております。ここに関係する全ての皆様に対して深く深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。有機質の量が本来の量よりも少なかったケースでは、それが意図的に行われていた、すなわち有機質の量を少なくした製造指示書、指図書が作成されていた事実は否定できません。このような行為につきましては、当社の秋田工場以外の工場でも行われていたことが内部調査で、ある程度分かっておりまして、組織ぐるみで実行されたと見られても仕方がないのですけれども、このような製造指示書は、おおむね10年以上前から存在すると推測しています。農水省様にはですね、すでに社内データを自発的にお渡ししておりまして、今後の調査やご指導にも全面的に従う方針を固めております。また、JA 全農様の社外弁護士を含む専門調査チームによる調査には全面的に協力しまして、事実関係の解明を進める所存でございます。